はい、こんにちは、タカです。今年もよろしくお願いします。去年、12月とかはもうやっぱり僕はこの測量野鳥の結構使い勝手が良さそうだということに気づいてですね、でちょっと今年は測量野鳥いろんなタイプね、こういうのとかちょっと使っていこうかなと思っています。で、どうせ使うならね、結構いろんなタイプ、表紙ね中身は同じですけど、いろんなね表紙のタイプがあった方が楽しいしいいかなと。でちなみにこれはバイロフトっていうことで、これセブンイレブンで買ったんですけど、これとねもう一個、はい、これもセブンイレブンで売ってるバイロフトの測量野鳥、僕が見たのはセブンイレブンではこの2種類かな。ちょっとこれはね、僕的にどうかなっていう表紙だけど、とりあえず買ってみました。これ280円だったんですよね、1冊で。今年に入ってね、神奈川県の、藤沢かなのね、辻堂っていうところにあるテラスモールに、ちょっとねショッピングに行ったんですけど、その辻堂のね、テラスモールロフトが入ってるんですよ。だからちょっとこれは測量野鳥見なきゃと思って、行ったらね、1冊しか置いてなかったんですよね。僕が ちゃんと探したかなと思うんですけどね、1冊1種類だけ、ただそれがねちょっと面白くて、これ辻堂町っていう、辻堂町、これあれかな、辻堂のテラスモール、辻堂に売ってるから辻堂町なんだよね多分ね。これ結構いいなと思って、ちょっと高かった、480円かな。だから500円、税込みで500円ちょいっていう感じだったんですけど、ちょっとね辻堂町だから辻堂にしか多分ない売ってないんだろうなと思って買っちゃいました。でひょっとしたらこういう辻堂町以外にも、例えば横浜だったら横浜町みたいな、なんかそういうのって売ってんのかなってね、少し思ってるんですけどね。もしちょっとこういうご当地測量野鳥とかなんかそういうの知ってる人いたら教えてください。で、今年その測量野鳥をいろいろとね使って、メモはとりあえずこれでまとめて撮っていこうかなと思ってるんですけど、でそれに伴ってね、去年の末の動画でも言ったんですけど、今年は僕そのちょっと興味あるのが、まずラミー2000がね少し興味があるなっていうところなんですけど、この測量野鳥と共に使うってことを考えると、ラミー2000の万年筆よりも先にボールペン、4色ボールペン、ラミー2000のそれをちょっとまずはね、使いたいかもしれないっていう気持ちが今強いんですよ。見た目すごいいいしね。なのでまず最初はラミー2000かなって思ってます。でちなみにそのラミー2000の芯がね、ちょっとそのラミーのボールペンの芯がどのぐらい書き心地がいいのかとかは僕わかんないんで、だからちょっと使ってみて、ひょっとしたらジェットストリームとか、もしくはアクロインキか、どっちかに交換するような気はしますけどね。とりあえず
今年一発目はラミー2000でスタートしようかななんて思ってますけど、どうなるか分かりません。はい、ということで、今年はね、なるべく測量野鳥をたくさん活用して、実際に僕がねちゃんとこう一つのノートをね活用し続けることができるのかどうかっていう、そこがまず問題なんですけど、使ってみたいなと思ってます。はい、というわけで今年もよろしくお願いします。